最初はグー、じゃんけんほい、タイプでしょ。どうぞどうぞ。高校で。高校。先行もらった。うわぁ、ぬるい。ぬるいぞ。ぬるいけど悪くない。サマプリ召喚。どうぞ。効果発動。どうぞ。おぉ、止まった。これ止まると、とんでもないディスアドなんだな。ペガサス召喚。効果発動。よいしょ。ペガサスを置きます。ただ、まあ、一旦目だがどうせ殴れない。うん、まあいいんじゃないかな。エンド、まあ、1段目にペガサス立つのはいいよね。スタンバイメイ、なんかあります？ないですよ。じゃあアブソリュートフュージョン使いたいです。はい、デッキからジェムナイトカード1枚サーチします。あ、これ伏せないと決まっちゃう系じゃないですか、もしかしてねえ、何サーチしようかな。決まっちゃう系だ、なんじゃないですか。決まっちゃう系男子、決まっちゃう系男子だよね。決めに行けちゃう、行っちゃう。でもこの誕生多分まだ決まんないですね。8000は削れない？ 8000 は削れないっすね。オッケー、それはいいニュース。ジェムライトフュージョン、はい、3体、はい、バンド結構いきましたね。で、はい、ブリリアントダイヤを召喚して、オブシリアの効果で、うん、手札から墓地に行ったら1体通常モンスター回収できる、うん、よって効果を使いますね、うん、で、これハンド？これは特殊召喚です。特殊召喚、はい、で、ジェムライトフュージョンの効果、はい、ジェムライト除外すると墓地から回収できる。回収、はい、じゃあこれ除外ですね。はい、まあ、除外はこっちです。そっちです、はい、で、どうしようかな。まだ召喚権使ってないんで、うん、召喚権使って、まあ、相当いけちゃうんだよ、ね、ルマリン通常召喚、うん、で、ジェムナイトフュージョンをこことここに打ちます、うん、ジェムナイトフュージョン回収って単位値って書いてないんだよね。書いてないです除外すればいくらでも回収できちゃう。そうです、はい、ラズリ、はい、で、ラズリの効果使いたいです、はい。どうしたんでしたっけ。まあベーラーないっすよ、はい、エクストラデッキのジェムナイト墓地に送ると特殊召喚されたモンスターの数かける500ダメージですね、うん、なるほど。2000ダメージです、とりあえず。はい、これもそうか。そうですね、これも含めるのか。はいはい、あれ減り切るかもしんないね。でしょ、で俺もそんな気がしてる。ブリリアントダイヤの効果で、うん、自分のフィールドのジェムナイト1体飛ばすと、うん、召喚条件無視して1体飛ばしてこれるよって効果があって、ね、はいはい、でダイヤの効果で墓地のうん、融合モンスタージェムナイト除外すると同じ効果得れる、うん、でる、これの効果が2回攻撃で貫通ですね。こいつが2回攻撃貫通になった、はい、はい、で墓地のジェムナイトの数かける100アップすんで、はい、4体3300で、とりあえず3300で2パンできる、はい、じゃあ1パン目1600だから1700ダメージですね。1700ダメージですね、はい、いや伏せないから、はい3300で、1500ダメージあれ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 これあれ3400減り切っちゃった。高校ワンキル、あれこれ使えない。ちなみにさ、ベーラーさ、はい、あ、そっか、あ、そっか、これ使えば耐えてたから。ちょっと効果なんですかそれ。これ2倍にするってやつだけど、あ、だからちょっと耐えてたかもしれない。そうですね、3600だったら俺何もできなかった、ね、ちょっと俺ちょっと軽く寝てましたそうか、手札キルあったね、まあ、軽く寝てたけど、でもすぐ8000削れちゃうんだ、ね、削れちゃう。ただ事故ると本当何もできないって。事故るってどういう時に事故るんですか。まず一応聞いとくと、これが来なきゃ何もできない。あ、なるほどね。ですね、それ以外今チェーンないからか、落とせないんだね。そうです、だから本当、うん、困った時にレスキューラビット立てて、うん、除外してレベル3に手出してダンテで落とせるかなみたいな感じで。あー、なんか効果で落として、そうそう、キーカード多すぎる。ありみしまでメインデッキに入れたくないしみたいな。そうですね、なるほどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、ジェム早いですよね、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたちめよ。